はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クローホーガンです。さあ、本日なんですが、皆さん、完全耐性という、モンスターというか、遊戯王カード、まあ、どんだけあるかご存知でしょうか。これ、完全耐性ってのはどういう耐性かっていうとですね、このね、ライジングリベリオンファルコンさんのこの2番の効果みたいな効果です。これ、フィールドのこのカードは他のカードの効果を受けないっていう。これで、こういう効果。が、まあ、完全耐性と言われている、まあ、そういうカードで、他にもいくつかいるんですよ。例えばアルティメットファルコンさんね、これ有名ですよね。フィールドのこのカードは他のカードの効果を受けない、打点が3500で、あと、フルアーマードウィングさん、これフィールドのこのカードは他のカードの効果を受けないっていう、まあ、こういうカードいっぱいあるんですけども、今日は、まあ、この3種類 の、 あの完全耐性モンスターをに注目しまして、これ僕考えたんですよね。完全耐性モンスターひたすら並べたら相手突破できないから最強なんじゃないかと思って、今日はこのフルアーマードウィングさんとアルティメットファルコンさんと、ライジングリベリオンファルコンさん、これ全部並べていきます。はい、この3種類のモンスターを、全部並べるために、一応組んできたデッキが、まあ、ブラックフェザーギミックを採用しつつ、レイドラプターズギミックもあのぶち込むことによってこれが可能になりました。一応初動はですね、あのシムインプラス BF モンスターかスズリプラス旋風っていう、まあ、いつもの、まあ、手札で基本的にはいけるんで、まあ、それをね見ていただければと思いますんで、まあ、ちょっと正直は、まあ、誘発系とかめっちゃ弱いし、展開も通らないと何もできないんで、まあ、ファンデッキではあるんですけど、並んだ時 の、 かっこよさやばいんで、見ていただければなと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、一応いけそうではあるけれども、反応的にはこれ通りますね。スモーリングワールディング取りますか？取るね。これはね、よくわからないカードを除外しておいたら、どのカードにでもアクセスできるって言われてから、で、これ毒風のシムーンを持ってくるでしょ。で、毒風のシムーンさんの効果を発動。さあ、ちなみにこれ誘発受けはクソなんで、まあ、ネタデッキではあるんですけど、これ全部展開取ったら普通にマジでやばいことが起きます。さあ、黒い旋風の効果。これによって、ブラックフェザース原用のスズリを持ってきて、原用のスズリを召喚の効果発動からの、旋風の効果を発動。これにより黒い旋風の効果、ちなみになんですけど、展開取ったらあの完全耐性3体並ぶんで、はい、レイドラプターズ、アルティメットファルコン、レイドラプターズライジングリベリオンファルコン、ブラックフェザーフルアーマードウィング、これ全部並べようと思ってますんで、よろしくお願いします。で、特殊召喚。ちなみに完全耐性っていう言い方は、まあ、何の効果も起きないっていう効果のことも言ってるんですけど、基本的にやっぱ一番強いのはそこに戦闘破壊耐性をつけることではあるんで、なんで、まあ、アンヘルは入れた方がいいですね、基本的に。まあ、リベリオンファルコンはね抜かれないけどね、アルティメットファルコンとかは結構抜かれんだよね。3500くらいだから、まあ、割とアクセスコールトーカーとかが結構割と5300とか出るんで、結構あのリベニオンファルコンも割と戦闘では抜かれちゃうことはあるんですけど、まあそういうところあるんで、まあ過信は禁物と、まあなので、まあアンヘル君をまあ一応まああの置いておくことは結構おすすめかなとは思うんですけど、まあでも完全体アンヘルじゃないとアンヘルも抜かれるからな、普通に。で、原用のすすりを特殊化、まあ、結局ね、こんな完全耐性3体並べるよりも妨害をいっぱい用意した方がいいです今当たり前のこと言ってます。で、これでスズリ召喚効果。はい、完全耐性をどんだけ並べても別にデュオには勝てないけど、重妨害すら勝てるんで、こんなことする暇があったら先行暗記のしろっていうのはそりゃそう。で、加減のサルンガ持っていきましょう。で、スズリさんの効果を発動し、スズリさんの効果によってブラックフェザーツインシャドウとかよくわからないカードを持ってきて、で、レイダーズナイツを特殊召喚。これちなみに、レイダーズナイトからの経由で、まあ レイドラプターズ の、 リンクとエクシーズにつなげていくんですけど、ツインシャドウを使ってアビスを出すか、それとも相手のターンに妨害するための破壊するためのなんかシルバーウィンドウを出すかお好みでっていう感じですね。まあ、ちょっと今回は温存するパターンでいこうかなと思うんですけど、ここでトラップカード打って名前なんだっけ、ボレアスか、ボレアス出して、でボレアスでレベル1にして、でボレアスとブラックフェザーで合体させてアビス出すっていう、
まあ、動きもできるんで、まあ、よかったらまあ、お好みでって感じに、なっております。まあ、シルバーウィンドウちょっと好きなんですよね。出すことないじゃんシルバーウィンドウって。あんまね出すことないモンスターってやっぱ活躍させないんですよね基本的に。なんでこのトラップから出すのは僕はシルバーウィンドウが好きです。で、ワイズストリックスを特殊召喚して、でワイズの効果を起動、さらに、アーサマル君の効果も起動。アーサマル君の効果、さあ完全体制1体目、究極思考の早さがどうのこうの、レッドアッターズアテッドファルコン、クソかっけえマジこのモンスター、マジかっこいい。でレイドラプターズ、ワイズストリックスの効果によってなんかよくわからないモンスターが出てくる。そしてワイズの効果によってランクアップマジックをセット、さらにレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、これ使っていいな。でこれでメイクの猛禽がどうのこうの、レイドラプターズフォースストリックス効果発動、フォースストリックスの効果によりオーバーレイユニットを1つ使い、デッキからレベル4の超獣毒モンスターを手札に加えることができる。さらにブラックフェザー加減のサルンガを特殊召喚、そしてレベル8のブラックフェザードラゴンにレベル2の加減のサルンガをチューニング。うお、シンクロ召喚完全体制2体目、ブラックフェザーフルアーマードウィング、クソかっけえマジ。さらに黒羽の旋風の効果を発動、あここであのレベル4のチューナーを特殊召喚すればアンヘルが出るし、まあ、あのレベル2を特殊召喚して何でしたっけ、定位の竜騎士今回出すんですけど、これを出してもいいですね。はい、ここはまあお好みで書いていただいて構いません。まあ、定位の竜騎士の方が妨害にはなりそうなので、まあ、一応これにしてるんですけど、ここだからブラックフェザードラゴンにしてもあの盤面足んねえか。まあ、これでまあ一応ね、完全体制3体並べつつ妨害もあるみたいな感じの場面になっておりますので、さあかかってこい、測ってきやがれ。完全体制3体の前にヒレクスがいい。完全体制3体ってなかなか抜けないですからね、はい、何の効果も受けないよというモンスターが、3体出てくることになるんで、あまりにも、ネタがなさすぎて急増で作ったらいけないので、ちょっと最終場面がなんか微妙な感じになってますけど、すいません、はい、すいません、ちょそれは本当に許してください。ちょ診断結構さネタ作るのしんどくてさ、今回の診断ちょっとそれは無理だな、それはさすがに止めるか。結局これはちょっとさすがにアドバンテージを稼ぎすぎる、粛清かな多分。だから結局あれなんですよね、拡張性がないというか、診断ホルスとかの拡張性すごくてデッキ無限個できたんですけど、これねやっぱちょっと粛清とかも、まあ、粛清くらいしかできないし、これはでもあれうざいな、粛清のさなんだっけ、これこのトラップカードが売ってほしいな、あと打点が高いぞ、やべえやべえ、ちょっと待ってくれ、やばいぞこれ。ライジングリベリオンファルコンは5300あるからいいが、実質これちょっとめんどくせえの、アルティメットファルコンとフルアーマードウィングさんの打点抜かれんな、4100おじさんに、4100おじさんマジうっとうしいんだよな、助けて。4100あるからシルバーウィンドでもあれね、どうしよう。ローガーディアンって守備力いくつ、これ守備力曲がるよねあれ確か。粛清なる守護者ローガーディアン、魔改造来ました、魔界の王来ました。でローガーディアンの効果、ローガーディアンの効果、ローガーディアンの効果、なるほど、これ一回転移使ってしまった方がいいか、どうせ下級出てくるから下級でいいや。これだ、なんだっけ、守護者、まあ、とりあえずくさびカウント置きます。で出てきます、祈りって召喚効果で、ここを転移って言ってで、こいつがいなければもう向こうを打てないんだ、あいつだから、これは絶対止めらざるを得なそうな気がするんだよな。オッケー、とりあえずこれ除外で、これぶっ殺すで、それを無効にしますかどうか、まあ、無効にするしかないよね多分。はい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 、オッケーです。で粛清なる守護者ローガーディアンさんの効果発動します、まあ、これはオッケーでしょう。妨害の当て方むずくね。でローガーディアン、はい、オッケー。でこれで定位の竜騎士によって妨害踏んでいただけたので、あともう無効はない。
OK。 粛清なら結界は、光属性モンスターを効果が対象できない。やべえ、これサルンから効果対象できないのちょっとやべえやべえやば、祈りマジうぜえ。あ、あれあれ、お、祈り墓地からなくなったぞ。おい、祈り墓地から消えた、来たか。ちなみに祈り墓地から消えるとなるともうこれが打てるようになっちゃうけど大丈夫。さあレイドラプターズ、フォースストリックスとブレイブストリックス、そしてライダーズウィング3体のモンスターを使いエクシーズ召喚を行う。あ、ゾジーはどうぞ。ランクアップ、エクシーズチェンジ、漆黒の闇よりいいでし、はやぶさよ、天井無休の翼翻し、今再び反逆せよ、ライズランクアップ、エクシーズチェンジ、超越せよ、ランク13、レイザースターズライジングリベリオンファルコン。ライジングリベリオンファルコンのエクシーズ召喚に成功した場合の効果、相手のフェーズのカードを全て破壊する。逃げても意味がない、出てきたモンスターは全て破壊される、全てを破壊し無に昇華させよ、エターナルアルティメットグロリアスブライト、バババババつえつえなんて強いんだ、さすがリベリオンファルコンパイセン、かっこいいです。おちょ、この場面かっこいいだろ、完全体制3体残ってるわ。ライジングリベリオンファルコン、アルティメットファルコン、そしてフルアーマードウィング、なんていうかっこいい盤面。いや粛清もさすがに手数出ないでしょ、さすがにさすがに手数出ないと思うんだけど、あ、まあそうだよね、あっぶねー、マジリロード、もうリロード入ってるデッキロクラデッキないですからね、打ち出の小槌も入ってるの、何このデッキそんな手札2枚消費してまで引きたいカードあることある、なんだよこのデッキ、やばいこと起きてるって。なんかさ、リロードとか入ってるデッキってベイコマックスと、なんかあのリロードとか打ち出の小槌入ってるデッキって基本的にロクラデッキじゃなくて、まあもうその補正な初動をね、引かないと、なんかそれかまあその引きたくないカードを引いちゃってるとか、まあ、そんな感じの理由でそれ入ってることが多くて、まあ、大体そういうデッキって基本的にロクラデッキじゃないんですよねまあ言い方悪いですけど、かわけわからん展開してんな。なんだなんだ、あー白木か、あーでこれで忍びネキとか得しまされるとね、あーなるほど、いいよ、わかんねえ、何してんのこれ、ダランベルシアンでも出してんのかと思ったけど全然違そうだな。これVランヒドラ、あ、なるほど、でリンク値分解することね、あーはいはいはい、リンク値分解しらしいわ、はいはい、なるほどなるほど、わからん、これなんでこれあれ出したんだ、あのドロドラゴンは何を融合するんだこれ。あ、出た、ネオテン来た、ネオテンおじさん来たー。もうね、あのネオテンペス出すとき割と V ランヒドラ活躍するっていうのありますね。あのね、ネオテンがなんかそのサイバー種族モンスター3体みたいなあの召喚条件なんで、サイバースクロックやん、出たサイバースクロック、サイバースクロックおじさんで、デッキトップを送りで、あ、クロックリザード来るで、クロックリザードが出てきたで、クロックリザードで分かってたか、デッキの中のカード全部落とす気やこれ。なるほど、ちょ、分かんねえけど、とりあえずなんかデッキの中のカードを全部墓地に叩き落とすっていう、まあ、コンボあるんですけど、このサイバースクロックドラゴンって、まあ、そのコンボを押して何か起こしたいっていうことなんですかね。さあこれでありえねえ量の除外が起きて、でリンクマーカーの数分だけデッキからカード墓地を送るっていうなんか効果あって、なんかこれでデッキ全部墓地送れるんですよね。おいでも1枚残ってけど大丈夫か、やべえカード入ってんな、なにこれなにこれ、なにこのデッキ。さあカオスエンペラードラゴンが回収されました、なるほどですね。さあ白雪の効果を発動する、さらにゲームから除外、ちょ白雪くんやりすぎだって絶対、こいつ差し付けろよマジで。さあよくわかりませんが、とりあえず迫力の魔術師が出てきまして、白雪も出てきました。
と、ああそういうことか、これなんか魔法カード回収してるやついたな、なんかエンライトメントパラディみたいな、ああこれね、はいはい、でか覚醒の剣士によって原初の種とかいうか激ヤバカードが回収され、カオスエンペラーいる、これもしかしてこれ原初ループしようとしてるえこれもしかしてだけどこれ原初ループしようとしてる、もしかしてだけど原初の種っていうカードは、カオスソルジャーか、カオスエンペラーがいる時に、自分の除外状態のカード2枚を手札に回収できるよっていう効果がありまして、でまあ、こうすることによって、カードが除外される状態を作ると一生、自分のか除外状態からカードをなんかその無限にその回収して無限コンボみたいな感じになるんですよ。これ昔ね、封印の黄金石と原初の種でループしてデッキの中のカードを一生除外して一生回収し続けるっていうなんか最強コンボをねやったことが、ありまして、まあ、よかったらそこ あのコンボの動画見てほしいんですけど、それをやるとデッキ中のカード全部触れるんですが、今回はなんか墓地から除外してなんかそれをやろうとしてますね彼ね、はい、あ人工知能メサヤさんね、これメサヤさん実質なんかあの魔法トラップカードがマクロコスモスルタになるみたいな、カードでございまして、これ魔法トラップカードが全部除外されるようになりますね、だからこれで多分あれか、あの原始の種ループ成立か、はい、メサヤ効果で、原初の種が、除外されるから、これ原初の種と一緒に、除外されてるカードを原初の種で一緒回収し続けるっていうこういうコンボ、はい、これエクゾディアとか揃えた方が早くない？なんかその何しようとしてんの？なんか結界像回収してるけどお相手し、これどういうこと？ちょガチでわからん、何してんのお前、エキセントリックデーモンはあ、何してんすか何か結界像全部出てきた1個教えてやろうか、それあれやで、5体並べなくても2体で成立してるで結界像って基本的に2体成立することによってあの読書感も封じちゃうんで、それね5体並べる必要ないよ、ないし、それ多分ねエクゾディアストレートの方が早いと思うよ、全体で合計だって8000のちょっと抑えたら言うてる場合か、いやそこまで進んだら先行案件しよう。